風くらいならいいけど、日ハム、稲葉2軍監督の休養発表に、ファン心配。NPB は公式ホームページで、北海道日本ハムファイターズより、稲葉篤則2軍監督に代わり、清水正治ファーム総合コーチが監督代行を務める旨、届け出がありましたのでお知らせいたしますと発表。さらに理由として、稲葉篤則2軍監督体調不良のためと発表した。突然の稲葉2軍監督の休養にファンからは、え、大丈夫なのか、どしたの、何があった。心配だな、風邪くらいならいいけど、体調崩す人多いね。達さんを大事に、早く帰ってきてくださいなど、驚きと心配の声が数多く上がっている。これにネット上では、何年か前にも、オリックスの中島監督が体調不良で代行を立てていたから、大病などとは限らない。それに近日中に復帰見込みだそうだし、近年だと監督が軽い体調不良でも、無理せずに休むことが多くなりましたね。嫁さん絡みでないことを祈る。一刻も早くご回遊なされて、ファンの前に元気な姿を見せてください。なんとなくだが、以前に報道があった奥さんの問題が再燃したのだろうかと勘ぐってしまいます。体調不良なんだから奥さん系のことが原因ではないですね。次期監督ですから、体をゆっくり休めて帰ってきてほしいですね。